皆さんこんばんは、現在海外移住している31歳でファイアした投資家です。今日2月13日日曜日ですね、夜の皆さん本当久しぶりですけれども、はい、夜の、ライブ配信やっていきたいなと思います。ということで皆さんこんばんは。皆さん起きてますか？寝ちゃってますかね皆さん。まあそんな感じでね、ライブ配信やっていきたいなと思いますけれども誰もコメント来ないですね今日は。まあ先にニュースから取り扱いましょうか。はい、とですね、2016年のねビットフィーネックスの、ハッキングされたうちのね3.5ビリオンぐらいのねビットコイン、だいたい4000億円がニューヨークのね、FBI かなんかだっけな、わかんないですけども、回収できたわけじゃないですか。でそれが3日ぐらい前のニュースでしたよね。でそれに関するね、まあ、過去2番目に大きいその回収できた金額っていうのが、ネットフリックスでね、ドキュメンタリーとしてなるらしいですね。だいたい 3.5 ビリオンぐらいですよね。2016年、12万ビットコイン、当時ではただただ70億円ぐらい、総額、当時の時価総額70億円ですけども、今現在では、なんと3500億円ですね。 3.5 ビリオン、なのでこれが、これは面白いと思うんですよね正直。ドキュメンタリーで、まあ、実際にどうやってねその警察とかが、そのブロックチェーンのねトランザクションを追跡トレースしてトラックバックして、まあ、所有者を見つけたかっていうのが個人的にも気になりますね。まあ、もしかしたらビットフィーネックスが2016年ね、アカウント開設の時に例えば、個人情報ね、ウォレットトランザクションのトランザクションにも個人情報を入れていたがために、もしかしたらね、引き出した時に誰のアカウントから引き出されたのかっていうのが分かったのかも分かんないですけども、これは個人的には興味ありますね。で、次ですけども、メタバースブーミング、bringing a revolution to real estate ということでね、メタバース上でのバーチャルリアルステートってあるじゃないですか。で、それがね、まあ、今こんな感じでメタバースマーケットサイズで見てみると、2030年のね、予測というのがね、大体10倍、今の10倍ですよね。今150ビリオンなので、1ビリオンが1000億円です。1ビリオンが1000億なので、14兆円ですね。15兆円ぐらい。マーケット的には15兆円のマーケット。メタバースで。10年後には、150兆円ですよね、これ。そうですよね。だってこれ そうだな。40ビリオン、50ビリオンって5兆円だもんな。15兆円。150兆円にメタバースがね、膨れ上がると。だからあと3年で3倍、4倍すると。ということですね。このね、予測通りに行けば。だからものすごい量の、これって150兆円ってさ、だって150、まあ、例えば2025年って400ビリオンとしよう。今ビットコインのね、マーケットキャップが700ビリオン、800ビリオンぐらいなんで、まあものすごいですよね。リアルステートで。ビットコイン今800ビリオンですね。まあだから、まあそれだけ仮想通貨での取引が増えるはずですからね。それは必死じゃないですか。イネビタブルなんで、仮想通貨も、明るいなっていう感じですよね。で、ここに機関投資家とかも入ってくるわけですよ。まあ例えばね、Metaverse hasn't escaped other companies besides Meta, formerly Facebook, Microsoft、ね、Microsoft も入ってくるし、Facebook もね、そうだし、まあ Google、Amazon とかね、Nike とか、まあそういうね、ファッションブランド系とかも入ってくるし、マクドナルドも入ってくるしね。そのうちエアラインカンパニーも入ってくるんじゃないですか。メタバースで飛行機に乗るみたいな。もう意味不明ですけど。まあそんな感じで、まあメタバースはものすごいと。で、しかもゲームとの掛け合わせがあるんで、ゲーミングがね、ものすごいじゃないし、らしいじゃないですか。世界で20ビリオンでしたっけ？ユーザー数。わかんないですけど。20ビリオンって大体、
世界の人口80億人だから、まあ、20億人ぐらいの、ね、ゲーム人口がいて、それがメタバースに入ってきたらものすごいでしょ、うん、と思うとワクワクしません？で、これですね、似たような感じで What's shaping the future of institutional crypto market ということで、ね、これ institutional crypto market、 機関投資家向けの、ね、仮想通貨だから、最近のニュースで言うと、先週話したので言えば、KPMG ですね、会計ビッグ4、あともう一つは、フィデリティもそうでしたけども、フィデリティこのニュースで入ってるかな、フィデリティは入このニュースで入ってないけど、フィデリティもそうだし、ブラックロックもそうですよね、うん、機関投資家入ってきてるじゃないですか。だからもうヤバタンですよ本当に、うん、これ伸びるしかないでしょっていう感じで、まあ、だからついに来ましたって感じですね。今までのトップがマイクロストラジー、テスラ、ギャラクシー、スクエア、なこういうね、うん、まあ小さいっていうのも変ですけど、まあ会社は会社ですけど、うん、あのアセットのねマーケットキャプテンに行ったら、この10倍100倍1000倍っていうのがね、インスティチューショナルトレーダーですから、うん、やばいんじゃないかなと思うんですよね、うん。Bitcoin's market cap alone was 3.6 billion on 2015. だから2015年に、だいたいマーケットキャップビットコイン4000億。今がね、800ビリオンですよね。うん、800ビリオンということは、まあ、だいたい200倍以上してるわけでしょ。うん、200倍。うん、だって、そうだ、200倍以上してる。7年間でね。Current market cap is 900 billion でしょ。だから 250倍ぐらいしてるわけですね。うん、で、そう。Visa とか JP モルガンチェイスよりもでかいんですよね。前言いましたよね。世界でトップ10のね、マーケットキャップで1番が Apple、2番が Google か Microsoft でしたね。で、今8番目がね、ビットコインだったんですね。700、800ビリオンで。うん、で、Facebook が今9番、10番目ぐらい。ですよね、うん、だからあの、まあ、正直こういうニュースを見てるとね、あの今あんまりねマーケットのプライス動いてないじゃないですか、うん、特に今週末ね。でじゃあこのままねずっとね落ちないのかななんてね、そういうふうに今のね値段について、今の値段に対してね、もうありがたみを失ってしまうとね、で買わないでおくと、もう知らぬ間にあの買うタイミング逃してね、どんどん上がっていっちゃうみたいな感じになりますから、まあ私個人的にはね、うん、こういうふうにね、いろんないいニュースが出てきてて、ファンダメンタル的に。で、かつマーケットとしてもね、結構下にいるわけじゃないですか。こっからね、この時から比べてが数えて、1月の5日から、まあかれこれ、ね、1ヶ月経ってますよね。うん、そこに。うん、この、今ちょうどあれですよね。インバースのヘッドのショーダーパターンとも言えますけども、うん、インバース逆三存とも言えますけどね、うん、そしたらこの分上がるわけだから、うん、グイーンって上がっちゃいますけどね、うん、まあそういうことでね、うん、今に慣れちゃわないってことですよね、うん、慣れちゃわないっていうか、ありがたみを持つってことでしょうね。まあ、だそういう価値観と、まあ、逆の人もいると思うんですよね。まだ高いだろうと思う人もいれば、私個人的には長期的に目線で見たら、もうこんなね激安なことはないみたいなね。まあ、とはいえ、まあ、あの一般の、ね、理論で言うと、ね、ビットコインとかね、うん、まだ、まあ、仮想通貨全般に対して言うと、あんまり、ね、使えるアプリがないのに、このバリエーションはちょっとね、インフレートしすぎだみたいな、それはもちろんあるっちゃあるんですけどね。うん、確かに。うん、そんなね使えるアプリがないのに、ソラナとかね、うん、ポーカドット、そんな何百ビリオンとかね、3ビリオンでしたっけ、マーケットキャップ確か、イフィルムが400ビリオン、300ビリオンで、その100分の1なんでね、まあ、10分の1か、うん、ソラナ30ビリオン、ポーカドット20ビリオンなんでね、うん、20ビリオンもね、ある会社ってなかなかないじゃないですか、時価総額で20ビリオン。で、しかもプロダクトがまだあんまり出てないっていうね。うん、っていうのはなくはないですけども、まあ、あれですよ、そのメタバース関連とか見たりね、うん、こういう、うん、機関投資家がどんどん入ってくるっていうのを考えると、まあ、めちゃめちゃね、うん、
今美味しいんじゃないかなみたいな、そういう感じはなくはないですね。で次ですね、Pentagon orders departure of US troops in Ukraine as Russia crisis escalates。 これね、あの米軍、ウクライナにいる米軍をね、デパーチャーさせると。あれ逆なのかなと思ったんですよ。ウクライナに米軍をもっと送るんじゃねって思ったら、今いる、とりあえず今いるね、ウクライナにいる160人のねメンバー、フロリダナショナルガードの人たちなんですけど、この人たちはとりあえずねウクライナから出発させるらしいです。でこの人たちは戦うために行ったんじゃなくて、 Assigned to 53rd Infantry Brigade Combat Team Deployed to Ukraine to train with the local forces なので、ウクライナのローカルとトレーニングをした、多分あの教えてた人たちなんでしょうね、その人たちが一旦ねウクライナから出るってことで、でまだ送ると思うんですよ、アメリカからあた新たにね、だこれは多分入れ替えだと思うんですね、ということで、アメリカの citizen shouldn't expect that US military is going to rescue them in Ukraine at the last minute。 まあウクライナのキエブでね、全然デジタルノーマドでまだねいますからね、普通にインスタグラムで普通に IG のストーリーとか載せてますよ毎日。だからちょっと温度差があるのかなみたいな、わかんないですけど、っていう感じはなくはないですね、でぶっちゃけあれですよね、ジョー・バイデンもなんかあれですよね、なんか煽ってる感じがするんですよね、何回もなんかロシアが攻める攻めるって、でロシアはいや攻める気はないって言ってて、なんかですね、はい。そしてこれはですね、33-year-old left the United States for Bali in Indonesia and lives a life of luxury on $2,233 a month. How he spends his money ね、これ CNBC のね、あのミレニアムマニーっていうシリーズで、ね、年収とかブレイクダウンするパーソナルファイナンスで、年収どのくらいね、どういうふうに使ってるかっていうのをブレイクダウンする面白いシリーズで、ね、この人ね、あのだいたい年収が1600万円ぐらいかな、 140K a year。 でもアメリカ人なので、アメリカに住んでなくてもあの IRS にねタックス払わないといけないんですよね。それがアメリカのね最悪なところですね。世界でも2カ国だけですね、あのレジデンスでもないのにタックスを払わないといけない国ってのはアメリカとあと1つぐらいしかないですよ世界で。だからあの公資産家でアメリカのね市民権をあの自発的に削除しようっていうか、あの失う、失効させたい高所得者層は結構いるらしいですね。Denouncing citizenship ってことで、そのアメリカのねタックスのね責任っていうのがどこに行っても、世界どこに住んでてもね追ってくるんで、それがいやらしいですね、だから 140K でアメリカ住んでなくてもアメリカにね税金払わないといけないわけですよね。何パーセントか分かんないけど、まあ、最低 10%20% ぐらいじゃないですか、分かんないですけどね。で、彼曰くね、年収1600万ぐらいで、レントとねユーティリティでだいたい月、まあ、11万とか11万円なるほどと。でだいたい7万円ぐらいをね、食事らしいですね、テイクアウトとかデリバリーらしいですね、でインドネシアではグラブじゃなくてゴージェックなんですね。ゴージェックっていうのは、グラブとかウーバーと似ていて、バイクタクシーもあるし、車のタクシーも探せるし、デリバリーもできるし、レストランからね、ってやつ、ってことですね。だから個人的にはもう私もちょうどね食事、自炊なしでね、だいたい月600ドルぐらい、7万ぐらいって同じだなと思いましたし、まあ、レントに関しては私は安い、もう少し安くてね、700ドルぐらいで、しかもマンタワですからね、でインドネシアのバリの場合はマンタワないですから、だいたいヴィラになるんですよね、2階建てとかの1戸建てのハウスね、でヴィラなんですけど、まあインスタグラム的にはねよく見えるんですよ、ヴィラね、プール付きとかね2階建て。でもね、普通にバンバンね、毎週のようにね、あのブレイキンされてますから、そのローカルのバリのね、人がね、窃盗でね、入っていくわけですよ。その、例えば、そういうの毎週バンバンありますよ、あるらしいですよ。だから、
なんていうんだ、インセクトディス、なんていうんだ、インセクト、例えばね、害虫駆除ですっていう風な、嘘を言って、はい、中入っていってね、とか、COVID のあれで、スプレーしますみたいに入っていってとかで、で、知らない間に MacBook とかね、そういうの取られたとか、あとは、あれですね、やっぱ、グループでやってるんで、見張りがいるわけですよ、外で、フィラの外で。で、あ、今、ね、住人が外出ていったなって言ったら、その間にね、うん、そのヴィラに入ってって盗むっていうね、窓を壊してとかね、うん、っていう感じのはもう普通にあるわけですよ、バリは。だからインドネシア人と、あとはバリ特有ってのもあるけどね、うん、だバリにいるインドネシア人のね、うん、半分以上は信用ならないっていうか、そういうちょっと野蛮な感じな国民性ってのは、うん、まあ、フィリピンが野蛮かは分かんないですけど、まあ、フィリピンの場合はドラッグとね、ガンと、やばいですけど、あれはあれでやばいですよね。うん、バリで銃はあんまりないですよね。ないけど、ひったくりがありますね、バイク。バイクの後ろからつけてきて、バック思いっきり引っ張れて、バックスナッチングですね、スナッチ。で、しかも、野蛮なのはね、その後に思いっきりね、引っ張って、で、バイクを蹴飛ばして逃げ去るっていうね。だから、バイクに乗ってた人は、うん、蹴落とされて、頭ね、何針縫うとかっていうね、病院でとかって、そういうのはもう普通に毎週あるらしいです。だから、それを聞くとね、まあ、野蛮でね、うん、そんなところには住みたくないなとは私は思いますけども、だから、あれですね、ヴィラの場合は、やっぱりセキュリティがちゃんとしないですよね。うん、セキュリティのカメラつけたとしてもね、やっぱり、うん、タワマンとは違いますよね。で、大体みんな MacBook とか持ってるし、ウェスタナーだからっていう感じで、まあだから1000ドルちょっと高いかな。うん。まあそんな感じで。まあでもデジタルノーマドになるっていうことは、どういうことかというと、まあリモートでね、仕事ができれば、で、リモートで例えばタイムゾーンとかの縛りが緩ければ緩いほどいいわけですよね。うん。例えば日本の時間で働ければ、OK であれば、例えば東南アジアにね、住んでて、タイムゾーンの差が2、3時間ですから、マックスで。それでやることも可能。なので、デジタルノーマドになるっていうことは、まあ、ファイアする前の段階ですよね。うん、場所的な自由、時間的な自由、うん、人との自由ですよね。5WHH ありましたよね、英語で。英語で学んだときに、多分、例えば、Who とか Where とか What とか Which とかってやりますよね。その 5W1H。H が How ですね。で、そのうちのデジタルノーマルになるってことは Where、 ロケーションですね。フリーダムありますね。 Who、 誰と毎日面するかも自由があると、オンラインだから。 Where、 Who、 What に関しては、まあ自分でね、好きなビジネスを立ち上げれば OK、うん、Which はあまり関係ないかな。 What と似てるかな、うん、で 5W で最後なんだ、 Who、 Where、What、 Which、 Who。 まあ大事なのは Where、 Who、 あ、 When だ、最後 When ね、時間的な、自由まで得られればね、うん、完璧には得られないと思いますけども、まあタイムゾーンでね、うん、縛りがそんなに緩ければね、うん、ということで、まあ、まずはロケーションのね、インデペンデンスを保つのが一番ね、いいですよ。 Where、 うん、時間じゃなくてロケーション、 Where と Who、 誰ですよね。だからオフィスで、うん、好きでもないね、上司の毎日とか同僚とね、毎日顔を合わせたくない場合、そういう場合はデジタルノーマルになった場合ね、うん、Who ですよね。あんまり見なくて済みますよね。それと一緒で Where。 だから Where のフリーダム、ロケーションインデペンデンスを保つと、こうやってデジタルノーマル的にね、うん、違う国に住んだり、地方に移住なんてもできますよね。そこからね、やっぱりファインに近づいていけるわけですよ。そうじゃないと、なかなか東京でだけとかだと、ジオアービトラージができないんで、ジオアービトラージって前私話しましたけど、ジオロケーションですね。地理的なアービトラージ。地理的なね、場所の違いによって、もし国ね、物価の違いのアービトラージを取ると。まあ、例えばね、うん、フィリピンに住めば、ジオアービトラージはできますよね。安いから。まあ、そんなことですよ。だからファイへの一歩手前ですわ。だそれが一番目指すべきだなと、私は思うんですよね。ファイアする前に、うん、まずはフルタイムからいかに
あのそういうねフリーダムを得られるようになるかってところですね。いかにリモートに行けるかっていう。で、まあビットコインのね、あの TA プライスアクションですけども、まあ、今週末あんま動いてないんですよね。ずっと、まあ、それは言ったようにね、まあ、今晩ね、アメリカ時間の今晩スーパーボールがあって、まあ、それまではねクジラもねあんま落としたくないんじゃないかってことで、そうですよね、新しいカモが入ってくるのを待ってる状態ですね。で明日、FRB のね緊急ミーティングがありますから、まあ明日のね、東海岸時間の11時なので、まあ、大体そうですね、明日の夜ですね、日本時間の、深夜に、まあ、ミーティング、結果は発表されるのか分からないですけども、ブレるかもしれないですね、また何か発表されたら。まあ、そんな感じでビットコイン、オルトコインもね、動いてないです、本当に。ポーカロット、ソラナ、動いてないですね。こんなこと珍しくないですか？みんな動いてないですよ。みんな。で動かないときってね、大体三角形を作るんですよね。こういう三角形になるんですよ。大体動くボラティリティがどん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 狭くなっていってからのブレイクアウト、上に行くか、下に行くかなんですよね。で、今その三角形作ってますよね。ズームインすると。大体ね、オルトコインとか見てみると、大体、こうやって三角形になってますよね。わかりますかね、こういう風に、値幅がどん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 下がってきてる、小さくなってるっていうことですよね。だからいずれ爆発するっていうか、まあそれが明日でしょうってことなんですよね。だからそれまではまあ様子見っていうか、様子見も何もないかまあ人生楽しく過ごしましょうっていう時期ですかねって思うんですはい、ということでニュースは以上です。はい、特にレクイレーションもね出てなく、ただただ、って感じですかね。はい、ではチャットを見てみましょうか。今150名の方見ていただいているので、LIKEをね80ぐらいまでぶち上げていただけると嬉しいですね。LIKEを80ぐらいまで。ではチャット行きましょうか。たまたま 4K モニターの PC で見ていて、初めて気づいたのですが、ゴリ先生の話すに合うとゴリの口が動いてたんですね。そうなんですよ、実は結構ね、グロい、近くで見るとグロいかもわかんない今まで単に体がピクピクだけだと思ってました。そう口もね、開いたり、そうだから歯が見えなくはないんですよね。まあまあまああんまね、ズームインするとキモいかもしれないですこんばんは、こんばんは、ゴリさん、こんばんは、こんばんは、皆さん、どうお過ごしでした？こんばんは、こんばんは、まずはポチッとありがとうございます。ライクが50ですね。80まであと少し。こんばんは、寝るとこでした、ポチ。そうですよね。ちょっと遅くなりましたね。下げくじはなかなか本気出してくれませんね。今、貯めてるところでしょうね。ハッキングされたのも回収できたなら、クリプトへの信用も上がりますかね。いや、ぶっちゃけ、ね、回収できた、まあ、どうなんだろうね。ディセントラルじゃなかったのみたいな。匿名性なかったのっていうのもありますけど。こんにちは、ポチ。こんばんは。メタバースは仕込んでいた方がいいってことですね。ポチッと、ありがとうございます。やってた。朝起きないといかんので寝ます。先生、こんばんは、こんばんは。こんばんみ、ということでね。はい、ちょっと遅い時間で、したね。はい、そうですね、ちょっと遅い時間ですかね。そっか、あと1時間半ぐらい早めにできればよかったですけどね。まあちょっとサウナ行ってね、汗かいた後に晩飯食ってたんですけど、皆さん、カツ丼、とんかつ屋で和光って知ってます？和光。私、初めて行ったんですよ。で、そうしたらね、まあ、驚きでしたよ。和光で、めちゃめちゃ感動したんですよね。
美味しすぎて、だからこれはカツヤ勝てないなと思いましたね。うん、ご飯がめちゃめちゃ美味しかった。やっとポチの意味が分かった。54ですね。まあそんな感じで、まあ、まあ雑談をしようかなと思ったんですけど、皆さん多分眠いでしょうから、うん。明日に、そう、やっぱそこですよね。和光は米がうまいとか言って、まあ、私ビビっちゃったんですよ。まあ、人生初でこんな店があるとか別に特に知らなくてね、行ったんですけど、マジでさ、そう、ご飯、私が言ったとこがご飯とサラダ、キャベツね、おかわりしようだ。味噌汁はおかわりしようだに入ってなかったかな、わかんないけど。でも和光で食べたんですけど、なんかね、お釜に入ってるんですよね、ご飯が。釜でやってくるバージョンでさ、で、何がビビったってさ、米がさ、もうピッカピカなんすよ。わかります？もう米がさ、光りまくってて、そこでまずビビりましたよ。うん。で、食べたらさ、超うまいんですよ、米が。わかります？ね、これわかる人わかんない人いると思うんですけどね。で、なんか実家に帰ったんじゃねみたいにさ、ちょっとさ、うん、釜で炊いてんのかわかんないですね。多分炊いたのを釜に分けてやってんのかわかんないですけど、うん、釜ごとでは炊いてないんじゃないですかね、わかんないですけど、多分釜ごとでは炊いてないんじゃないですか。まあそれがさ、その日本のさ、実家のさ、米みたいにさ、眩しいぐらいテカっててさ、甘くて、しかも超美味しかったんですよ。で、なんて言うんだろう、お米食べてて、あ、米うまみたいなさ、感動するってさ、なかなかないじゃないですか。まあ日本だったらあると思うんですけど、うん。で、それがもうね、1年ぶりぐらいにハッてなって、いやー、びっくりしましたね。うん。その大戸屋うまいうまいって言ってたじゃないですか。でも大戸屋昨日行きましたけど、別に米がうまいとかそういうあれでもないんですよね。うん。別にテカってもないし、ピカピカでもないし、なんか新米じゃない、新米でもないし、なんか重いんですよね。米の種類が違うのかもわかんないですけど、多分水分をたくさん含んでて、多分粒が大きい系かな、多分大戸屋のは。うん、テカってない。で、多分水分も多め。だから重いんでしょうね、一粒一粒が。で、和光のはね、ちょっと小さめの粒かな、薄いのかな、わかんないけど、軽い感じですね。別にパサパサしないんですよ、食感的には。でも軽いんですよ。で、まあ、とんかつとかのあれの外側も、なんかね、うん、なんか、エアフライした感じってこんな感じなのかな、みたいな勝手に想像しちゃいましたけど、なんて言うんだろう、サクサクっていうか、サラサラっていうのかな、うん、サラサラの方がいいな。カツヤはさ、分厚くてサクサクで分厚いんですよね、外側が。で、和光のなんかサラサラだったんですよね。で、豚とね、ロースカツとエビのセットやったんですけど、でもあれはちょっとね、肉に関してはね、まあエビもそうなんですけど、まあまあ柔らかいわけじゃないですか、肉はね。でも、じゃあ逆に柔らかすぎたらいいのかって言ったら、それもなんかね、ふんって不思議、クエスチョンなわけですよ。だから何を思ったかというと、まあ、ご飯はうまい。で、肉に関してはあれ、絶対なんか柔軟剤入れてんじゃないと思ったんですよね。だから、コカ・コーラとか入れると柔らかくなるっていう、伊藤家の食卓の裏座みたいに、ね、マヨネーズで和えると肉が柔らかくなるのと一緒で、なんか入れてんじゃねって思っちゃうぐらい、ちょっと柔らかすぎて食感がないんですよ、逆に。まあ油のところ使ってるのもあるかもしれないですけど、それにしても肉って感じじゃないんですよね。だからそれがちょっとね、逆に言うとなんかこれちょっと、プロセスしすぎなんじゃねっていう風に疑っちゃって、で、エビもそう。エビフライか。うん。柔らかいんですけど、食感がね、なかなかないっていうかね。だから、食べ物に関してはね、肉に関して柔らかければいいってもんでもないですよね。うん。
だからなんか絶対やってるでしょって思うんですよね、逆に。うん、なんか、うん、だから米に関してはね、あれ多分新米でしょうねっていうぐらい、まあうちの実家はそのまあ父親がなんかねすごい米厳しいっていうかってのを覚えてるんですよ、食卓で。父親は米の味について厳しくて、うん、まだ新米ないかみたいに言ってるのをね、母親に言ってるのをまだ覚えてるんですよ。新米早く出してくれみたいなね。で、子供の頃の私からしたら、新米とね、去年の米、そんな違うなく、違うのみたいに思ってるわけじゃないですか。でも、やっぱり新米出てくると、ピッカピッカで、なんか米が立つって言うじゃないですか。うん。それと一緒で、まあ、まあ、光度ですね、まず。うん。で、うまいんです、やっぱり。甘いっていうか、食感もなんて言うんだろう。食感もなんて言うんだろう。ね、下に、だこれがね、分かるのは多分日本人ぐらいじゃないですか。韓国人も分かるのか分かんないですけど、日本人ぐらいですよね。東アジア人絶対、東南アジア人は分かんないですよね。米食ってても。うん。パッサパッサの米ばっかだから、東南アジアとかね。うん。で、欧米なんて言ったらもう、米が主食じゃないから、まあ分かんないでしょうって話なんで。だから、何の米か分かんないですけどね、和光が使ってたのは。でもね、あれはうまかった。うん。実家の米に似てたな。うん。だから、さ、うちは、うちの実家は、その、新米とかね、そういうのもらえる、まあ、実家の実家が、うちの家の実家がね、米、あの、なんつうんだ、親戚じゃなくて、なんていうんだ、隣の人から、うん。頼んでやってもらってるらしいんですよね。うん。だから、米は、うん、田舎から送ってもらってみたいなね。だから多分米に関してはいい美味しい味っていうのは多分分かってるはずなんですよね、多分私は。でその実家の味にすごい似てて、まあでも種類があるんだと思うんですけどね。まあでもあれはね、柔らかくて軽いっていうんですかね、うん、柔らかくて軽い食感で甘い、うん、弾力性もあってブチュっていう感じじゃないですよね。大戸屋のはちょっと もう少し水分が多めっていうか、うん、グニャグニャとか、新米ってグニャってなんないですよね、やっぱ。まあ、炊き加減にもよると思うんですけど、まあ、だからね、ちょっとビビっちゃって、これ大戸屋、なんか競争にもなんないなぐらいな。うん、いやー、これがね、食べれるなんてね、しかも、これが分かるっていう多分日本人だけだろうなみたいに思って、うんうん、多分外国人連れてってもね多分分かんないでしょうね、うん、だから普通に食っててご飯が美味しいって思うことね、まあなかなかないわけですよね。ご飯だけを食べてて日本だったらあると思うんですけどね、うん、例えばでも吉野家の米とかね、うん、別に米の味で美味しくないじゃないですか。ソースと肉で食べてるようなもんじゃないですか、吉野家とかすき家。うん、だから大戸屋もそうかな、うん、だから和光のはね米だけでもいっちゃいましたね米だけ食べてましたよマジで。まあそれがちょっとね驚きでしたね、うん、であと、まあ、サウナ行きましたけどやっぱ辛いっすね、うん、辛い暑いで、だからそれがやっぱちょっと苦労しないとなかなか健康になれないっていうのがあれですね、ありますけど、まあそんなこんなで、うん、特に今週動いてなかったんでね、今日の最初のね昼のライブ配信はしてなかったですけども、水ね、水についてもな、そうだな、しばらく、あ、めっちゃ水うめえみたいのは、まあでも水毎日飲んでるから水うまっと思いますけど、水自体が超美味しいみたいなのはないっすよね、ほとんど。でも多分あれですよね、なんか、富士山の天然水とかだったら、やっぱ美味しいんじゃないですかね。甘みがあってみたいな。うん。だから日本食ってやっぱり、あれですよね、繊細なところですよね。味付け濃すぎない。からこそ
米の味とかで差別分かるわけですよね。だそれが言ったように、前言ったようにね、ベトナム、中国、タイ、マレーシア、インドネシアとか行っちゃうと、多分全部ね、辛いソースつけちゃうから、何でもかんでも。だ素材の味で勝負してないじゃないですか。混ぜちゃうから。だから、米だけでこんなうまいって思えるって、やっぱ日本食、まあ、日本ならではなのかなっていうふうに思いましたけどね。どうです皆さん。ね、だからコンビニとかで多分一人暮らしだとね、コンビニ弁当とかやっちゃってると思うんですけど、日清のカップラーメンとかね、まあ全然違う美味しさですよね。やっぱり自然の米とかの方が。まあだからそう考えるとね、ストリートフードとかなかなか食えんですわな。うん。ただただ辛いみたいな。ケイン？何ケインって。何ケイン、うん、まあそんくらいですわ、雑談といったら。あとね、あれですよ、今日自分の人生のねゴールのねプランニングまたしてましたわ。ちょっとレビューしてね、プライオリタイゼーションね、優先順位をね付け直して、今年のね、うん、ロードマップっていうのかな、マイクロソフトのプロジェクトのみたいな感じでね、タイムラインを敷いてね、何月から何月まではこれをやるみたいな、うん、あるじゃないですか。なんて言うんですか、プロジェクト。プロジェクトビューアー。そう。プロジェクトビューアーってやつかな？うん。こういう感じの。時間軸が出てくるやつですよね。こうやって、カレンダーごとで。うん。で、これで、ね、4月、5月、6月、8月、9月ぐらいっていうのをこう優先順位つけてましたよ、私は今日。うん、昨日ちょっとね、頭がこんがらがったんで、サウナ行ってて。ケイン濃すぎ。何の話、マジ。しかも何？いきなりケインって。何が質問なの？うん、だからこれ やってるんですよ、私。ジラで、うん。アトレイシアのジラでね。プロジェクトマネジメント。うん、皆さんもやった方がいいですよ。手帳でやる人いると思いますけど、やっぱ今ネットですよね。そしたらアプリでも開けるし、携帯でね。うん、プロジェクトマネジメントを自分の人生版もやってるんですよ、私。だから別に仕事だけでやるべきではなくて、うん、人生版でもね、パーソナルライフでもやってて、ね、今年の目標をそれぞれ決めてね、うん、前半期とか上半期とかね、うん、そんな感じでもう一回タイムフレームを、うん、しっかりやりだしたっていう感じですね、今日で。まあ明日明後日、うん、お手伝いさん呼んでね、ちょっともう一回ね、うん、私の部屋クリーンアップしてもらいたいですね。1ヶ月ぐらい経ってんで、やっぱ環境からですよね。うん。クラターっていうの？クラターをなくさないと、うん。そのゴミゴミした汚い環境にいると、やっぱり頭もね、クリーンに考えられないんで、そっからまずやりたいなと思うんでね。まずクリーンアップして、で、タイムフレーム決めてね、今年の。うん。で、まあ、あれですね。あと3、4ヶ月ですね、バルクアップするの。うん。3、4ヶ月しかマックスバルクアップできないんで。ゴリさん、タイ在住確定ですね。いやー、どうでしょうかね、その辺。うん、まあ、日本食って言ったらね、東南アジアにもありますしね。まあ、そんな感じでね。うん、人生見つめ直して、うん、もう一回ちょっとね、そのやっぱりゴールが 見失った時とかありますよね。そういう時にやっぱりそのプロジェクトマネジメントツールみたいな感じでね、もう一回見直してタイムフレームしっかりやるっていう感じですね。
で重要度が変わるときもありますから、優先順位で、うん、だから私はあとね、推しと、あ、6月まであと4ヶ月しかね、うん、6月まであと4ヶ月しかないから、バルクアップね、ベンチプレス140キロ10レップできるかどうか、うん、まあ、人生かかってなくはないですけど、うん、まあ、人生最大のバルクアップがこれで終わりになるので、140、10レップまでいけたらね、うん、まあ、減量した時にもちろん落ちますけど筋力、うん、ただそのセービングっていうのかな、余剰資金みたいな感じで、余剰筋肉ね、うん、という感じですかね、うん、ね、そう、和光は海外店舗、タイか中国しかない。あ、そうですか。私のいる国はあるんですよね。うん。行っちゃダメ。お疲れ様です。下がった時、NXD と MV ゴリ買いました。いや、だからそのね、シンボル言われてもわかんないんですよね。うん。させーんということで。うん。うん、仕事ではそんなタイムスケジュールつけるけど、プライベートでは、プライベートやった方がいいですよ。その、新年の抱負とかね、そういうの作ってますから、私は。で、その場合はね、もちろん、やらないとだってタイムフレームがわかんないじゃないですか、優先順位とかね。うん、看板ボードでやってますよ。うん。それが正解でしたね、やって。Google カレンダーだけでやってもダメなんで、うん。ジラでやってますよ。ジラ。ジラってソフトウェアデベロップメントとかで使うあれなんですけどね。こういう感じ。看板ボードでね。うん。トゥールーとかインプログレスとかね。だからやりたいことが思い立ったなんかアイデアとかをこういうトゥードゥにね、残しておくわけですよ。バックログで。で、インプログレスでダンみたいな感じで、タスク管理ですよね。うん。で、タスク管理を、まあ自分一人でやってるところですよ。で、こういうね、看板ボードのビューもあれば、まあ、これがデフォルトなんですけど、こうやってね、ジラの場合、私使ってるんですけど、ロードマップビューってのがあるんですよ。ね、わかりますロードマップ。で、こうやってね、そのプロジェクトとかね、うん、エピックで作って、こうやってね、時間軸で、こうやって拡張したりできるわけですよ。で、これを、ドラッグドロップで順番変えたりとかっていうのも簡単にできて、まあ、そんな感じでね、優先順位をつけるわけですよ。やることにね。うん。うん、これやってからやっぱりね、うん、ちゃんとね、その、オーバーロードっていうのかな。忘れなく、仕事、うん、タスク忘れなくなりますしね。管理してるから。うん、思い出せるし、うん、コメントも書けるしね。進捗も残せるし。っていう感じでね、うん。やっていけるっていうんで使ってますね。XRP はどうなるか気になります。まあ気になりますけどね。ハッキングとフィッシングに気をつけてください。これはメタバースのことですかな。うん。まあそんな感じですわ。うん。だからね、1週間の予定立てる人いますよね。1ヶ月のルーティンとかね、手帳で。私はそれをソフトウェアでやってるっていう話ですね。はい。まあ、そんな感じですね。うん、終わり。ですね。水ね、最近ね、めっちゃ美味しいとか思ったことないですね。やっぱ、ね、天然水って美味しいんですかね。ペットボトルで。コンビニでも買えれそうな、ね、富士山の天然水とかやっぱり甘いんですかね。わかんないですけど。まあしかし、だからさっきのデジタルノーマットのね、うん、この人ね、ライフ・オブ・ラグジュアリーでね、月25万円払ってやってるようですけど、私はね、今のね、自分バージョンでも十分ね、ラグジュアリーかなと。まあ結局、毎日美味しいね、食べ物を食べれてさ、自由に、マンタワンに住んでさ、ビューが最高でみたいな、最高ってほどではないけど、まあ、爽快感ありまくりで。で、昼飯うどん食べましたよ。明太子うどん。超美味しかったっすよ。うどんがね、いいんすよ。うん。うん。来た。筋肉。
筋トレ大喜利ですよね、毎回の筋膜リリースしながら聞いてます。だから、まあ、25万支払う必要はないですね。この人はちょっと高いですね。だパイチャートで見てみるとね、やっぱりね、いろいろランドリーで6000円ね、洗濯代そんな使わないしね。トランスパテーション100ドルね、バイクとかね。私はね、もう自分で所有してるマクラレーンがありますから、もうマクラレーンでね、縦横無尽ですよ、この街をね、支配したかのように縦横無尽できますよ、私のブラックマクラレーンで。だからトランスポーテーション費用ってのはほぼゼロですね、月。たまになんか、たまにも乗らないな、タクシーは。もうマクラレーンあるんで。たまに電車乗るぐらい。でも本当たまにですよね。で、携帯代28ドルも使わないっすよね。ヘルスインシュランス、これ私4000ぐらいですね、月。だこんな高い必要ないっすよね。旅行300ドル。まあ、旅行に行った場合ですよね。どっかに。っていう感じで、私のバージョンは14万ぐらいですかね。おそらく。月。まあ、美味しいもん食うて、まあ、幸せですよ。十分。まあ、唯一あれとしたらあれですね。アボカドトーストが食べたいなっていうか、まあ、言ったあれですよね。北米西海岸の寿司ロールも食べたいなと、たまには、スモークとサーモンにチーズにアボカドロールね、山から汲んでる水は美味しいです。やっぱそうなんですか。こんばんは、ポチ、ありがとうございます。本気の質問です。筋トレ後ストレッチしますか。した方がいいっすよ。私は週1ですけどね。まあでも私あれですから、筋トレ後にサウナ入ってますから。ストレッチと、まあカーリオがいいんですよ。10分15分、カーリオして、血流ね、ブラッドフローを一周させるとね、その筋肉痛って、あれってまあいろんな説があるらしいんですけどね。何から来てるか、カルシウムなのか乳酸が溜まったのかよくわかんないんですけども、どっちからしいんですよ、今のところ。乳酸なのかカルシウムなのかね。で、それをフラッシュアウトさせると、筋肉痛が残りにくいんで、カーリオおすすめですよ。10分ぐらい。それだけで全然違う。だからそれが私の場合ね、サウナで、カーリオエクササイズになってるんで、血流良くしてね、で、ストレッチは筋肉を伸ばす。筋繊維伸ばすってあれですね。した方がいいですね。そうじゃないとなかなか、硬くなっちゃうんだね。まあそんなこんなで、まあだからデジタルノーマドとしてね、まあ私もライフをラグジュアリーかな、わかんないですけど、ありがたみを感じますよ。今日の米の話じゃないけど、どうです皆さん、サウナの後の水分、水が美味しいのでは。わかんない。まあそのね、ウォーターファウンテンっていうんですか、その水の台あるじゃないですか、あれ飲みますけど、別にあれはあれですよね、冷えって感じの美味しさってことですよね、多分。カラッカラだからただただ、冷えっていう感じの。ただ水の美味しさは分かんないですね。冷えてる分。まあそんな感じですわな。ということで、まあこの辺で締めますか。雑談も特にちょっと遅かったですね、ライブ配信するのが今日は。ということで、私もね、早寝早起きを心がけて
ね、早い時間でできるようにしたいなと思います。ということで今日もね、皆さん見ていただいてありがとうございました。ぜひ役立ったなと、面白いなと思った方は、LIKE、アルゴリズムのために LIKE、サブスク、コメントの応援を引き続きよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバイ。